まあ、自己紹介代わりに今日はオリジナル曲ね揃えましたのでお聴きいただきましょう。こちらも夏の歌でございますけれども、はい、夏のですねちょっと後半に差し掛かってるのね、はい、まあね、歌でございますね。お聴きいただきましょう。バラードナンバーです。真夏の残照。Oh,
ただきました。続いて皆さん一緒に体を動かしていただきたいナンバーです。にぎやかなナンバーお付き合いいただきましょう。焼き鳥今日の風の行く先は誰に
焼き鳥万歳、そして、3曲目は最多最多ですね、ね、全てですね4枚目のアルバムに収録されておりますので、はい、ぜひね皆様今日ね持ってないよって方、ま、持ってるよって方もですね、ぜひ4枚目のアルバムよろしく、はい、よろしくお願いします。発売中でございます、はい、持ってきます。オレンジとしてはですね、はい、7月に入りますとね、はい、あの7月のおしまいに実は大きなワンマンライブを控えておりまして、そうなんです、ね、みんなで力を合わせて準備中でございます、はいね、7月の29日、ね、名古屋になるんですけれども、はい、名古屋でオレンジサマー2018大きな夏のワンマンライブを開催いたします。はい、はい、ね、こちらですね、オレンジね最近バンドライブが、そうですね、生バンドライブが、そうなんですよ、増えておりまして、はい、そのバンドがですね、バックバンドがね一番人数がいっぱい来るライブとなってます。そうなんです、ね、いつもはですね4人体制で、そうそう、4人と大体4人ぐらいなんです、オレンジですけどね、そう、今回はですね5人来てくれることになりまして、バックバンドが賑やかになってね、はい、バックバンドがね全員ね、あの東京のメンバーなんですけども、わざわざ一緒に名古屋まで行ってねライブしてくれるんですよ。そうなんです。この5人もですね、はい、ベースドラムギター、ピアノにサックスが入って、またサックスがね今回初めての挑戦なので ね、 そ う、 ですね、そうなんですよね、はい、今まではそのサックスがいない4人っていう体制でね、はい、バックバンドいたんですけれども、はい、まあ、サックスが入ることによってよりおしゃれな ね、 そうですね、そうですね、ナンバーもねたくさんできるんじゃないかなということで、はい、私たちもね自分たちでね、あのオレンジ得意なところのねカバーナンバー、昭和のね懐かしいナンバーもですね吟味しながらですね、これ歌おうあれ歌おうって自分たちで考えながらですね、はい、あのセットリストといいますか、そうです、ね、曲目も決めて、ね、うん、作っておりますので、はいはい、ぜひぜひおすすめでございます。そしてその日はですね、なんと新曲の方も発表するということになっておりますのでね。そうなんですよ、オレンジね新曲を、発表するんでございますけれどもね、本邦初公開ってことで7月の29日歌うんですけども、はい、本邦初公開のままね次がないかもしれない。そうですね、できないかもしれない、もしかしたらね、その月しかできないかもしれない、ね、
どちらかといったらちょっと、コミックよりなちょっとコミカルな感じ、先ほど歌った焼き鳥万歳みたいな感じの食べ物の歌になりそうなのではい、ぜひ、ね、いつかね、新曲に歌ってくる方法があるんですよね、もっといい歌あるんですよ、もっといい歌あるんですよ、ね、6月にはね、アッサイドラブソディ、はいねはい、非常にね、ちょっとこう明日の元気にね、皆さんね、あの元気よく明日もこう生きていこうよみたいなね、歌を ね、そういう歌あるんですけどね、あるんです、それを押しのけて、そんな、うん、よくわかんない食べ物の音がねそうなんです。一応候補になってるのがですね、おでんの歌、そしてね、焼きそばの歌、そしてね、餃子の歌っていうね、この3曲がね、なんと、ね、あの皆さんお気づきでしょうか、こちら、ね、静岡の B 級グルメでございます。ちょっと攻めるの遅いですよね、もうちょっとで早く攻めなかったらね、もっと前もやらなきゃいけないんだけどもね、まあ、これともはね、よくないと思うんですけど、まあ、それをね、29日何が皆さん楽しみに、はい、ぜひ楽しみに、ぜひお越しくださ い、 いただきたいです。まあ、カバーナンバーもですね、非常に毎回ね、あのオレンジね、はい、皆様にあのオレンジらしいなって思っていただけるのと同時にですね、はい、あ、オレンジってこんな曲も歌うんだっていうところをね、ちょっと、うん、あのサプライズじゃないですけども、そ う、ね、そういう曲目もご用意していますので、はいはいね、バンドでしかできないそうですね、この日で ね、 ね、準備してます、はい、ぜひぜひ。昼夜2公演ありますので ね、 公演ね、今日みたいなちょっとゆったりした座ったライブがいいなって方はぜひ昼ライブがおすすめです ね、 ね、はい、バラードナンバー、ミディアムテンポのナンバーがたくさん聴けます、はい、そして夜はですね、もう椅子も取っ払っちゃって全員立たせて全員ね、はい、一緒にね、夏だから一緒に汗をかきましょうよ、そうですね、ということでオレンジと一緒に踊ろうライブとなっています、はい、ね、まあ、オレンジとしてもかなり、ハードなメドレーをですね、前半組んでるんですけれども、一緒になって、苦しい思いをして汗をかいてね、ね、楽しい思いをしてほら、やっぱ汗をかくっていいでしょ、みんなでね、一緒に共にね、共にね、汗をかいてね、共にね、あの気持ちのいい汗をかいていきたいなと思ってますので、ね、はい、ぜひぜひ、ファンの、はい、のライブがいいよ、昼のライブがいいよって迷ってる方は両方でよろしくお願いします、はい、29日お越しください、4月29日、はい、おすすめライブでございます、はい、お願いします、お待ちしています、今日もチケットこの後ね、はいはい、販売してます、ね、ぜひ詳しくはオレンジの方に後ほど物販でお聞きください、はい、それではね、今日はね、ちょっとアコースティックライブといいますか、はい、ライブといいますかね、静かなナンバー集めようかななんて思ってたんですけども、一応昼ライブの一番おしまいだというお話を聞きましたの で、 そうですね、やはりオレンジとしてはこの曲は外せないんじゃないかなと思いまして、はいはい、皆様にご協力をいただきながらラストは、やはりオレンジらしくにぎやかに、歌っていきたいなと思います、はいはい、知ってる方も多いと思いますが、この曲はですね、皆さんにご協力してもらいたいことが3つほどあります、はい、3つあります。まず1つ目、こちらはですね、大きな手拍子をお願いします。はい、そして2つ目、そういうね、かしわねはいらないの、手拍子だから、もっとちゃんとみんなで協力して、皆さんなら大丈夫でしょ。では2つ目、こちらはですね、私たちがマイクを向けたら、釣りガール、釣りガールの大きな掛け声をお願いします。はい、ね、日頃のオープンサバラシのね、いいあれだと思いますので、はい、大きな声で釣りガール、はい、釣りガールお願いします。お願いします。そして3つ目、こちら大事です。1番と2番の感想の間に、私たちがワン・ツーと言いましたら、皆さんで大きくバンザイ、大きくバンザイをお願いします、ね、さっきもバンザイしましたけども、またタイミングが違いますので、はい、そうですね、でちょっとだけね、今度は皆さんで前列の方もよろしくお願いしますよ、全員でやりましょう、全員でやるんですからね、はい、いきますよ、連帯責任です、リハーサルします、せーの、ワン・ツーバンザイ、後ろの方もバンザイ、皆さんバンザイ、せーの、バンザイ、ラストバンザイ、ありがとうございます、まあ何人か目をそらした方々ね、曲の時にはぜひ一緒になってやってください、はい、よろしくお願いいたします、やってください、はいね、それではね、掛け声、手拍子、バンザイ、バンザイ、こちらぜひ一緒に楽しんでください、お願いします。オレンジ、一番話題となっている曲でございますね、はい、にぎやかなナンバーをお付き合いいただきましょう、オレンジで移りがWe'll be right back.
釣りがある、はい、釣りが大好き、一番力を入れております。ぜひ、はい、ぜひ、名古屋まで、はい、ちょっと旅行があって、ね、遊びに来てください。よろしくお願いします。そしてね、また静岡ロキシーにもね、はい、またメールも、ね、ぜひ今度バンドライブとかしてね、したいですね、行きたいなと思ってますので、はい、バンナーの関係者皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。またぜひ皆さんにね、お会いしたいですね。はい、まあ、詳しい情報はカタカナでオレンジェ検索してください。いろいろございます、はい、ぜひぜひまたお会いいたしましょう、はい、それではラスト、皆様お付き合い本当にありがとうございます。